た青い海の、青いというかエメラルドグリーンの、ほんとエメラルドグリーンだよな、すげえよ、すげえよ、南の島来てるって感じだね。おお、このあとなんかね、岩がゴロゴロしている変わった海岸っていうのが、なんだっけ、この星座蔵じゃなくてこの星浜、宿浜っていうところにキャンプ場があるんだよね、その先に。さて、ここが何これ、何これ、電信柱こういう風になってるの、え、何これ、天心柱じゃないの、これ。町が沈んだ。なんか、目的はあるんだろうけど、なんか養殖とか。あ、ここですね。ここが、こっちが、この星。あ、完全。あぜー、はい、とちゃーく、ほら、人がいる、結構。日曜だから。つい実がなってるね。これすごい風。この星。飛ばされそう。お、わあ、ハートが書いてある。しぶきも飛んできてる。この岩ゴロゴロが特徴なんですね。いや、日本海もびっくりの荒波だ。よいしょ。ツルツルの石ですね。なんでこういう風になるんだろうね。響く音が。ずっと積み重なってるから。白い海岸だ。
この星浜、いやー面白かった。やっぱりなかなか面白い奇妙な光景でしたね。あんな大きい石がゴロゴロしてる浜っていうのは。でそれですっごい風で、で波も高かったんだけど、なんかそのすんごい高い荒い波がこうぐわっとこう盛り上がってきて崩れてくのを見てるのがなんか飽きなくて、しばらく見ちゃいましたね。なんか人生に疲れた人みたいな感じになってたけど、まあ疲れてんのかなまあ疲れてはいるよね。人生に疲れてるかどうかは知らないけど、もうちょっとね寝たいね、ちょっとね、まあ、すごい眠いわけじゃないけど。じゃあ次、宿利浜っていう浜で、そこがまあキャンプ場もあると。でそこをキャンプするんだったらそこだなっていう感じだったんですよね。でここは奄美星空ビレッジっていう、なんかゲストハウスか、ゲストハウスがあって、のこの先に宿利浜、ここを右に入ればいいの。おこう、バス、遊んでる。かまどがあるから、ここがキャンプ場なんだ。遊び場とかしているわ。え、そして浜は、そっか、キャンプや休憩以外の目的で使用するのは、ご遠慮ください。そこから出られるのか、違う、どこから浜に出られるか。密入国、密入を許さない。こっちですね、こっちから浜は。足跡を消された。これ向こうに見えてるのはカケロマ島ですね。
もうすごい山がちな島ですね。よし、さあ、じゃあ宿浜も見まして、次はですね、あ、いよいよこれで、ちょっと帰りながら、途中じゃないけど、もう一つ寄って、あとは帰りながらって感じになるかな。高知山展望台かな、まあ、ちょっと読み方は分かりませんが、高知山、高知山、分かりません、高知山展望台に、行きます。30分ほど、15キロ、30分、いいですね、宿利浜。キャンプ場もね、ちょっとどんな感じかなと思って不安だったんだけど、不安だなと思ってたんだけど、もし泊まるとしたらね。でも大丈夫ですね。まあ、平らなところもあるし、芝というか草のね、キャンプ場で、でちょっとまあ、くぼ地みたいな感じになってて、で風もあれだったら抑えられると思うし、こんな風強い日でも、まあ、十分成り立つかなと。ただ水はなんか飲めないみたいなんで、水は調達する必要があるタイプのキャンプ場のようですね、飲料水で。電波は一応、電波自体はあるんだけど、なんか接続が遅いね、そんな感じがしました。で、宿利浜の雰囲気はもう最高だね。南国のビーチだね。白い砂浜が伸びて、ちょっと遠浅な感じで、いや、ちょっと泳ぎたくなっちゃう、あれだったら。でもカップルがいたけども、あはは、あはは、捕まえてごらんなさいってやりたくなっちゃうよね、あれだったらね。その気持ちはわかるな。で、目の前のあれ、いや、見えてるのはもうかけろま島ですね。すごい近いね。でも橋を架けるほどではないんだろうね。橋を架けてるほど多分用がないんだろうね。人住んでんのかな。住んではいるのか。住んでんのかなとか言って、めっちゃ住んでたら怒られちゃう。あ、だって船は行き来してるはずだからね、それなりに。地図見ると、いや、ここもまたいいね、素晴らしい、このエメラルドグリーンだね。まあ、エメラルド見たことないけど、ちょっとね、こうドローン飛ばしたいな、なんかドローンで撮影したいな。ちょっと今日ものすごい風強すぎて、さすがにこの風ではね、ちょっと一回飛ばしたけど、やっぱり朝ね、飛ばしたけど、結構その強風のコーションが出たんで、やばいと思って、その風がね、強くなったり弱くなったりをしてたんですけど、今はもうずっと強いですね。まあ、ちょっとあとは天気次第ということで。
で、これあとは高知山展望台を見たら、もう一つ由比山、由比展望台、由比展望台っていうのを見て、ついでというかすぐ近くみたいなん で、そして奄美中央林道を通って帰ってきたい、帰ってきたいというか、なぜに戻りたい、結構欲張りコースかもしれないけど、今3時35分、まず高知山までに到着は16時ということで、まあこれ宿到着はまた17時は過ぎるね、17時半とか推定到着予定、まあ、ちょうどいいぐらいでしょ。そして、飲み屋に繰り出したいね今日は。お、ちょっとやってみようか。あ、この集落を見下ろす、この湾のところのね、なんかあった、展望台が。マネン広場、ちょっとやってみよう。マネン崎展望広場、ああ綺麗、海の色やっぱ綺麗だ。あそこも浜がありますな。ケロマ島がより一層よく見えますね。あっちが宿り浜、あ、建物があるね。これは、ま、熱帯雨林的なですね。なんでこんなとこに立ってんだろうね。うわあ、かまど馬みたいになれる。ああ、気持ちよ、気持ち。あ、そこ、この先の町結構大きい。これは集落ではない、町である、特集会。奄美ってどちらかっていうと、なんか沖縄の方のルーツなのかな。なんか沖縄言葉みたいなのところどころに出てくるし、名前とか、名前ってその地名的なものとかね。だとすると都道府県的には鹿児島県なので、沖縄っていうのとちょっと切り離された感覚がある人もいるんだろうか、どうなんでしょうか。あ、交流館か、役場かと思ったな。クロウサギっていうのがなんだかいるみたいですね。クロウサギ、ジョイフル、ジョイフルファミレスがある。マックはあるんだろうか、うん、KFC はあるんだろうか、すき家、吉野家、
ていうのをちょっと調べてみよう後で。さてじゃあこの後は山に登っていきますね。その山どこだろう。この正面かな。あっちの東京タワーみたいなのが立ってるとこかな。じゃあこのトンネルの手前から旧道らしきここに入っていき、よし、あと 3.3 キロだそうです。さあ到着です。意外とあっさり着いた感があるけど、とギリギリまで行けないかな。ハブに注意。展望所まで280m。 展望所入り口5分。こっちはアンテナのためのメンテナンス路のようだ。今1万4000キロに行きましたね、オドメーターが。まあそれはどうでもいいんですが、まあだから買ってから4000、あれ買った時は9700キロぐらいだったかな。なんか4000キロ以上走ったってことか、これで。まあよくわかんないけど、とりあえず普通に展望所入り口から登ってみようと思います。やっぱり東京タワーみたいなのが立ってるのが河内山ビューポイントだった。展望所まで5分、行ってみよう。あ、よかった、全然5分どころじゃないよ。すぐ着いた。なかなか立派な展望所じゃないですか。わー、おー、すごい。これはかけろま島一望ですね。端からずーっと向こうの端まで。おお、やったぜ。素晴らしいな、ここ。そしてちょうど夕日じゃないけど日没時間で、もうあそこの町立派な橋が架かってるね、真ん中に。はい、河内山展望台見まして、次はですね、由比岳展望台、もう今日はいいかと、あとこっから宿まっすぐ帰って1時間ちょっとなんで、今4時24分ですけど、まあ、5時半ぐらいに着く、まっすぐ帰るかと、今日はこのぐらいにしといてやるかって思ったんだけど、大人になったなぁと。しかしですね、その天気予報を見てみたら、もう明日から雨なんですよ。明日もうずーっと雨で、明後日なんかもっと強い雨になってる。なのでもう今日予定してた分だけでも今日回りきる。到着がまあ6時半ぐらいだな、またまた6時半が、それでいいや。そうしないと明日以降することがない。あの展望台行っても、あ、雨降ってますね、何も見えませんねっていうのを言いに行くだけの仕事になってしまうから、まあそれはそれでね、やるかもしれないけど、とりあえず見れるもんは見とこうと。
行けるとこは行っとこうと、その林道とね、あと2つだけです。だから明日以降はだからもうなんか資料館みたいなとことかを回る感じだね。まあ、どのぐらいあるのかわかんないけど。ここだね。おお、ここは近くて助かる。ハブに注意。むやみに草むらに入らない。穴や隙間に手を入れない。なるほど。ああ、ここはちょっと惜しいね。こっち方向見えるけど、さっきの河内山で掛呂間島全部見えたのは、こっちはちょっと見えないね。さっきあのジムニーが止まってたあのあそこの方がよく見えるだろうね。だから行ったんだね。なんでここに作ったんだって感じだ。17時、チェックインっていうふうにしてたかと思うんですが、ちょっと遅くなりそうなので、ちょっと一応ご連絡ということで。じゃあですね、連絡したので、ま、なんか21時超えなければいいみたいな感じの雰囲気でしたね。さて、じゃあここですね、チムニーでデイキャンプしてる犬と。いいね、日曜の夕方に夕日をあそこで見ながらのんびりすると、なかなか良きですな、などと出る場合では私もなく、こっからですね、アランガチの滝っていうところがあるんで、そこに行きます。そしてその途中で、クロウサギ飛び出し注意の標識があるそうなので、それを一瞬だけ見て行きますかね。で、そのアランガチの滝っていうのが、その奄美中央林道のから行く感じなので、そのまま流れで奄美中央林道を名瀬方面に行くということで、も最後は暗くなってもいいパターンで、というかもうすでにやばいという感じはしますが、いやー、結局最後までギリギリまでやることになるな。今日は早くチェックインするみたいに俺に早くチェックインするなんていう言葉はないっていう感じだね。まあでも明日、それこそ明日はね、もうずっと明後日なんか ひどい、一番きついのはしあさって帰る日ですよね。帰る日はチェックアウトしたら船が21時とかなんで、21時半だったかな、2時間前っつっても19時半でしょ。それまで雨降ってたら超しんどいね。しかもそしてあの船に乗って帰るんだな。
風呂がないんだよな、風呂が。風呂、コロナの影響で、コロナの感染対策で風呂がっていうけど、あれこれ言ったっけ、あのトイレのエアタオルは稼働してたよけどね。まあエアタオルは実際のところ稼働しても別にいいらしいけどね。で稼働してる施設も結構あるし、でも風呂、大浴場も、まあ、どうなのか私も分かんないけど、大浴場もみんな稼働してるじゃないですか。なのに今時点でずっとかたくなにやってないっていうのは、なんかただやりたくないだけなんじゃないかっていう気もするけどね。まあ、とりあえず戻りのフェリーは、まあ、そういう時間なので夕食はこっちで食べればいいし、まあ、朝、8時半に着くことということなので、まあ、ちょっと遅めの朝食ということで降りてから食べればいいんで、帰りのフェリーはフェリー内で何もしない、もう乗ったら寝る。まあシャワーを浴びるか、水じゃなくて。あれだけですよねお湯だけの石鹸なし。そういえば俺途中のホテルで石鹸使わなかったやつ持ってきたんだ。まあそれを使うという手もある。まあ何にせよ明日以降はもうとにかく、まあ雨だったらもうチェックアウトギリギリの時間まで粘って、チェックインもだから3時ぐらいからは普通できるでしょ。チェックアウト10時、チェックイン3時ぐらいだよね一般的に。だから11、3時の間だけ観光して、あとはホテルに戻ってダラダラするっていう、そういう日が続くってことかな。もったいないな、しょうがないけど、せっかく奄美を満喫するために時間を取ったというのに。あ、これでトンネルのあの手前から旧道みたいなところに入ってトンネルの出口に出たわけだ。なるほどね。奄美の小峠、標高360m、そしてここか、ないな。おや、騙されたか。黒ウサギ、あった、ここにあった飛び出し注意、これのために回り道したんだ。ここがあれですね、旧道なんですね、この、峠のね。で、トンネルがあって、その、だからね、地図上だと、ちょっとこう、離れたところに、脇道にあるみたいな感じの雰囲気だったんだけど、めちゃくちゃワインディングロードをぐねぐね走ってですね、相当遠回り、まあ、時間をちょっと使った感じになりましたね、あれを撮るために。
まあ、ワインディング走るのは別にいいんだけど、まあいいでしょう。まあ、あれはね、だから別に雨降ってても撮れるからそれでも良かったんだけど、でもまあ雨の中走っても面白くないからね。まあ来たことを後からどうこう言ってもしょうがない。じゃあこの後は滝どうだろうな。あんまり歩くようだったら辛いけど、でも雨降っちゃったらもう行けないからな、頑張って行こうか。17時19分着予定だけど、どのぐらい暗くなるかですね。本州だったらというか、もう栃木の方は16時台だからね、一応奄美まで来てどのぐらい伸びるのかな。もう10月30日ですね。さあ、またトンネルをね、先に出たという感じになりますね。トンネル嫌いっ子、大嫌いっ子。いや、でも実際そうですね。トンネル通るよりもワインディングを旧道行くぞ派だからね。そうそう、湯湾岳っていうのが奄美の最高峰なんですよね。そこを登りたかったな。まあちょっとどういう感じなのかわかんないけど、最高峰に登って、普通にまあ普通の登山でもいいから登ってみたかった。明日明後日は雨だけど、最終日はどうなのかな、回復すんのかな。そしたら回復、最終日にいろいろ詰め込んじゃうで、また最後ギリギリになるっていうパターンも想像はできてしまうんだが、宇検村っていうところに入りました。さっき奄美市から瀬戸内町、そして今度宇検村、ん？村だっけ？お、展望地。展望地する。赤土山公園。あ、今のが赤土山展望地ってやつかな？もういいや、しょうがない。いや待て、やっぱり赤土山展望地チェックしとこう。そういうとこだね、そういうとこ。一瞬だけでも見ておきたい。もしかしたら湯湾岳が見えんじゃねえかなって思って、それだったらもう今回最後ラストチャンスなので、どうでしょう。よいしょ。さあこれでしょ。これがやっぱり湯湾岳、真ん中の飛び出てるとこがそうなのかな。よし、よかった、止まって。ポコってなってるっていうか、あれですね、一番高く見えるところがあれが湯湾岳ですね。標高694ということで、よし、見たぞ。なんとまた雨が降ってきた。まあ天気雨といえば天気雨だけど、さあ湯湾岳に向かって今進んでおりますが、滝まではあと5分、意外と早い。そこから駐車場的なところから滝までがどのぐらいあるのか、
外と歩くケースあるからな。でも今、14分ですね。17時14分、意外と明るいですね。やっぱり日が長いね。アランガチの滝。さあ、ここは奄美中央林道になるのかな。あ、行き止まりって書いてある。あ、そして ここはまだ道なんだ。ちゃんとアランガチの滝って書いてある。うん、おお、目的地に到着しましたって。あ、これか。お、すごい、超簡単に近くから見える。ラッキー。なんか手みたいなのができてるけど。おお、いやー、何これ、素敵な場所だね、これ。滝を見ながら、ゆっくりできちゃうわけだ、こうやって。おー。いいねー。なんだ、ゆっくり来たかったなー。いい天気の元でね。こっちの庭園みたいなのはまた違うところから流れ込んできた。滝はこっちに流れてるね。なるほど、というわけでした。まだ明るいけど、これで大体ミッション完了。さあ、じゃあね、ホテルに向かっていくんですが、奄美中央林道ってどこだったのかな。多分ね、通り抜けできないとかって書いてある、あっちがそうなんじゃないかなと思うんだけど、まあ、通り抜けできないって書いてあったらもうしょうがないね。で、ちょっとここ電波がないんでね、なんともできないんですが、まあ、せめてちょっと今回まだ走ってないところを走って帰ろうかなと。ここは何なんだろうね。キャンプ場？個人の何かなんだろうか。行き止まりか。これは違うな、明らかに。ちょっと分かりませんが、時間的にも、まあ、仮にダートだったとしたらちょっと危なすぎるんで、時間的に入るのは泥道走れないということで、せめてですね、走ってない道をちょっと遠回りだろうだけど走りながら、暗くなってもいいや状態で、だらだらと帰りたい。なんか帰るって言っちゃうんだよな。走って向かいたいと思います。オープン、オープン、オープン。コケットだった。 U ターン。ああ、今ちょっと危なかった。やっぱりね、電波入ったところでちょっと調べて、ちょっと通ってないところ行くと時間かかりすぎるそうなので諦めます。おとなしくホテルに向かいます。50分、37キロ50分ということでね。まあ、あとは
しあさってにしたい。台風の影響なのかな。まあまあ中央林道この辺から入るのかなと思うんだけど、わからん。それらしい入り口を見つけましたね。ここじゃないかと思うんだよね。工事用車両出入り口って書いてあるけど、だけどここに行っても、ちょっとこの時間からでどうにかなるとは思えないので、真っ暗になってね、おっかないって言いながら走るだけになってしまいそうなので、やめます。ちょっともうちょっとね、地図をよく見て、ルートを考えてから来ます、来れたら。まあ不整地じゃなければ雨でも、っていうか不整地じゃなければ別に走っても面白くないかもしれないけどね。まあ、さっきのね、赤土山展望台をまた通ってですね、今国道58号に戻ってるとこ、瀬戸内町に入りましたね。 21.0 度、少し今 T シャツ1枚だからね、少し涼しく感じますが、まあ、もう少ししたら中に来てもいいかもね。ということで18時20分着予定でね、まあ連絡もしてあるしね、別に焦ることもなく帰れる、また帰るって行けると。まあなんかね、ホテルに泊まって走っていくのってやっぱね、楽っていうか、なんか毎日こう少しリセットできる感じがあるんで、なんか1日のツーリングを繰り返してるような感覚ですね、つながってるっていうよりもね。だから昨日指宿のところを歩いててね、思ったんだけど、なんかすげえ鹿児島の先っちょの方まで来てですね、普段の生活圏から大きく離れたところに来てるっていう感覚があんまりしないなと思ってね。それはまあいいことというよりは、なんかもっとこう遥か遠くに来たなっていう気分に浸りたい気はするね、旅行だから。ただ肉体的に、おお勘弁してくれよ、肉体的にはやっぱりすごい助かってるし、まあ、行動もしやすいよなと思ってね。まあそこら辺は、まあ、だからね、理想を言うならば予約しないでビジネスホテルに飛び込みで泊まっていくのが一番いいな。まあ、ビジネスホテルに限らないけど、でもやっぱビジネスホテルがね一番いいんですよ、都合がね。ただ大浴場は入りたいんだよな、温泉とかね。だからまあ温泉旅館だったらなおいいんだけど、なおいいってわけでもないけど、あでも普通の旅館だったらいいか。要は5,000〜6,000円の温泉旅館ってやっぱりバストイレ共同とかになるから、それだとなんか若干落ち着かないんだよね。ビジネスホテルにちゃんとした大浴場がついてるようなとこだったらもう最強だよね。しかも朝ごはんもついてたりとかしてさ。あんまりビジネスホテルの部屋風呂って入りたくないっていうかね。まあ綺麗なとこだったらいいけど、ちょっと古いとね、なんか汚かったり、ちょっとものすごい狭かったりとか、まあ、そうじゃなくても
あのなんか便器見ながら風呂入んのってあんまりいい気分じゃないんだよね。だから苫小牧ので泊まったホテルウィングインターナショナルは良かったね。トイレ別で風呂ちゃんとあって、ああいうのはビジネスホテルとしてはちょっと高級な方なのかね。苫小牧のホテルみんな高かったからしょうがなくて泊まったけど、いくらぐらいだったっけな、7000、8000ぐらいだったかな。でもそこまで高くなってなかったような気がするけどね。そしてですね、今日はじゃあこの後ホテルに着いたらですね、まあちょっと整理、荷物整理したら、ちょっと居酒屋に行きたいなと思うんですよね。で、居酒屋で生中を頼んで、居酒屋メニューを頼んで、クーポンで、まあつっても豪遊ってわけにはいかないですね。さあ58号に出ました。あとは淡々と行きましょう。バスの後ろだし、わあ、上り坂で排気ガス食らうのやだな。居酒屋どんな感じのとこあんのかな。あの普通のチェーンみたいなとこはいいですよね。テーブル席で仕切りでそのある程度こう仕切られてる感がある方がいい。それでそうだから、なんか ちっちゃい地元の居酒屋でなんか大将と喋りながらみたいな地元の人と一緒にワイワイみたいな、そういうのはね、まあ結果的に楽しいこともあるけど、あんまり求めてはいないんだよ落ち着かないんだよね、喋りながらとか。あ、これだ、島人なのかな、これ島人マート。ちょっとあのマートもちょっと入ってみたいですね。こんな感じなのか、なんか独特の弁当とか惣菜とかあったら面白いですね。いやもうこんな天気になるんだったらあれだな、今日のホテル3連泊取れたらよかったな、まあ、取れたらよかったなっていうか、取ろうとしたら取れなかったのから言ってもしょうがないんだけど、連泊できないのはかなりここに来て痛い。まあでも引きこもらないで強制的に外出することで、まあ雨の中とはいえ何かしら見ることができたらそれはそれでいいのかもしれないが、まあ、とりあえずね、あのブーツも完全防水にできるようになったのでね、もうワイルドウィングのブーツカバーのおかげで。ただやっぱりあれ2回使いましたけど、この間いつだっけ、昨日一昨日、違うな、あそこだ、志比温泉に向かって行った島、あれですね、島原から志比温泉に行くところで使いましたけど、今回も外すとね中が濡れてるんですよね。だからゴムで完全防水で通気性もないから、結局やっぱり汗とか何かこう蒸れとかですね、そういうものがこもっちゃうんだよね。
だから長時間使ってると結局は濡れてくる、ある程度ねこう湿ってくるっていうか、そういう状態になることは避けられないかもしれないね。であと結局カッパ着て、ね、濡れないからいいっつったって、そのびしょびしょの状態でその資料館とかに入るっていうのもなかなか緊縮ものだから、まあそこら辺ちょっとうまくやんないとね。まあタオルとかでね拭いて、ある程度滴らないようにしてから入るとかね。であとヘルメットどこに置いとくかという問題もあるしね。ヘルメット出しといたら濡れちゃうからね、中が濡れるとめんどくさいんだよね、臭くなるし。あーとにかく雨はしんどい、バイクにとってはもう。で動画も、まあ、マイクをつけられないんで、外部マイク、内部内蔵マイクだけの分でね、まあ私が喋ってどうこうっていうのはもうできないから、それに関してはもう全体的に動画を撮る量を、まあ、減って編集は楽になる。キャンプションつける気はないんで、まあそんな言ってもそんなにつけるほど撮らないと思うしね。メモリーカード足りなくなる心配もこれで解消されるかなと思いますね。まあそんな感じですね。じゃあぼちぼちこのままあと30分ですね、走っていきたいと思います。まさかね、日の出からというか日の出前からですね、日の入りまで走り続けることになるとはね、我ながらまあそうなるかもなってちょっと予感はないではなかったんだけど、でもさすがに今日は早くホテルにチェックインするだろうって思ったんだけどね、まあ、ちょ天気予報のせいだよね。天気予報さえ明日明後日大丈夫だったらそれはもう回すつもりだったんだけどね。そうさせるように状況が整ってしまう。道の駅、道の駅明日も来て昼飯食おうかな。展示もう一回じっくり見て、あと有料のコーナーも見てで飯食って、であとはプラプラしながら3時ぐらいにホテルに着いてってそういう感じで行きたい。さてなぜに近くなってきましたが、このループ橋映ってるかな、面白い。2周30ぐらいになってるね。走りたいな。そしてね、今日結構距離走ったんですね。なんと236キロ走ってる。あー腹減った、はい、切りすぎちったね。 23.5 度、ちょっとね寒くなってきようかなと思いながら着ないで来ちゃいましたね。そして街中はちょっと渋滞していますね、なぜのくせに。なぜのくせに、また始まった謎の上から目線。あ、渋滞っていうよりもなんかあれですね、信号のたびにちょっと詰まってるっていう、それぐらいのことではあるんですけれど、ちょっと流れが悪いのかな。交通量が多いのもあるっちゃあるのかな。歩行者優先。まああと、いやちょっとね、なぜを舐めてましたね。もっとねもう本当にこじんまりとしたですね、歩きだけでだいたい回れんじゃないかぐらいのこの街の中心部を
想像してたんだけど、あのそれはもっと本当ちっちゃい、もっとちっちゃい島の話だね。このぐらいの島になるともうしっかりとした都市、セルフスタンドあんのかな、セルフで入れたい。そして一体いくらなんだろう、200円オーバーなんだろうか。あ、そして今朝お世話になったファミリーマートがそこにありますね。入り口が2つあるタイプのファミリーマート。さてと、さてと、どこだ、ここか、ここだな。ホテルニュー、あ、これか。あ、立派だね。止めるとこは屋根があるといいんだが。ホテルニューアマミ、ん？どっち？とりあえずここに置いとくか。ホテルニューアマミ無事着きました。あ、綺麗だね。トイレも風呂もで、大浴場がある。どうしようとついてるね。テレビ、あ、テレビこれね。なんかここまでの四国とかすげえでかいテレビだったからちっちゃく感じるけど、まあ十分だね。窓の外は、おお、なぜのシティの夜景。そんなにでもないけど。よし、オッケー。風呂が11時、あ、違う、21時半までということなので先に入っちゃおう。